はい、皆さんどうも、安でございます。今回はですね、比較動画でございます。まあ、今回もですね、皆さんが気になるであろうアイテムをですね、比較していきたいなと思います。今回比較するアイテムはこちら。はい、というわけで、今回はですね、こちらにあります、ウィムと GU のシアーシャツをですね、比較させていただきたいなと思います。まあ、こちら、ウィムのシアーシャツなんですけれども、まあ、こちらのアイテムに関してはね、前回ね、レビューさせていただきまして、まあ、個人的にもね、結構気に入っているアイテムなんですけれども、最近視聴者さんからですね、GU のシアーシャツが WIM のシアーシャツに結構似てるっていう情報をいただきまして、で僕もね確認をしてみたところ結構似てるなと思いましたので、まあ実際どんくらい似てるのかなと思いまして、今回ね、はい、実際に比較をしてみようかなと思います。まあ今回の動画もね結構面白くなるのかなと思いますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、というわけでですね、早速こちらのアイテムをですね比較していこうと思うんですけれども、まずはね軽く概要を見ていきたいなと思います。まずはこちら WIM のシャツですね。名前がエンブロイドライシアーシャツでございます。価格が5940円で、サイズが S から L の3サイズ、カラー展開がブルー、チャコールグレー、ライトオリーブの3色展開となっております。で僕がですね今回ご用意させていただいたのがこちらブルーの L サイズでございます。こちらのアイテムに関しましては過去にねレビュー動画を出させていただいておりますので、詳しく知りたい方はそちらを見ていただけると助かります。そして次はこちら GU のシャツですね。オーバーサイズレースシャツ5分袖、価格が2490円で、サイズが XS から 2XL、 そしてカラー展開がオフホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開となっております。で僕がですね今回ご用意させていただいたのがブラックの XL サイズをね今回ご用意させていただきました。というわけでね早速比較に入っていきたいなと思います。まずはねちょっと概要からわかる情報をもとに比較していきましょう。どんどん。はい、というわけで、まあ実際に見てみるとね、気になるのはやはり価格ですね。WIM の方が5940円に対し、GU がね、2490円と、まあざっと3500円程度のね、価格差があります。まあ WIM と GU を比べると、やっぱりこの価格差がね、結構焦点に当たるんですけれども、今回もね、結構な価格差がありますよね。ダブルスコア以上の差があるので、まあこの、WIM のシャツ1枚で GU のシャツが2枚買っても余裕が出るっていうぐらいのね価格設定になっております。まあ、結構えぐいですよね。なのでまあ今回もこっちの WIM のシャツがどれだけね GU との差別化ができているのかっていうのはね今回も焦点に当たってくるんじゃないのかなと思います。で色展開に関しましては、まあ WIM の方がねブルーとチャコールグレーとライトオリーブで、 GU の方がオフホワイトとブラックとブラウンということで、まあどっちもまあ特にねなんか変わった色があるわけではなくて、まあ割とね大人っぽい色展開になっているんじゃないのかなと思います。まあ僕の印象としてはねやっぱ GU の方が結構淡白な色展開で、で WIM の方がねちょっと全体的に暗めで渋い大人っぽい色展開になっているので、まあ個人的にはやっぱ WIM の色展開の方が僕はいいのかなと思いました。というわけで次は生地を見ていきましょう。それぞれの素材はこのようになっております。はい、というわけでですね今回は両方ともね素材はコットン素材になっております。まあ僕の偏見ではあるんですけれども、 GU ってねなんか結構なアイテムがポリエステルっていうイメージだったんですが、まあ今回のアイテムに関しては意外にコットン 100% で作られております。で素材はね同じなんですけれども、まあ WIM の方は薄くて軽く滑らかな肌触りになりやすいコットンロールっていう平織りの生地がね使われております。で GU の方なんですけれども、まあ GU の方はねちょっと情報がね出ていなかったので、まあ、しっかりね作り込みに関しても比較しようと思ったんですけれども、ちょっと今回は難しいのかなと思いました。 WIM の方がねしっかり情報は開示しているので、まあそういう部分に関しては、まあ、WIM の方がね好印象ではあるのかなと思います。まあただね実際に生地を触った感じとしては生地感の差はほとんど感じられないれなかったです。なのでまあ素材にね多少の差があったとしてもそこまで大きな差はないのかなと僕は思いました。というわけでね、まあ生地感は結構似ているということで、次はね透け感も見ていきたいなと思います。比較映像がこちらです。まあ透け感に関してもほぼほぼ差はないように感じました。
どちらもねシアーシャツらしい透け感があるように思います、まあ、生地の厚みに関してもほぼ同じかなと思いましたので、まあ、生地の印象としてはねかなり近いものを僕は感じました。それではね次に柄もね見ていきたいなと思います。柄の比較はこのようになっております。はい、まあ、この柄に関してはね結構ね好みが出やすいところではありますので、どちらがいいか悪いかに関しては判断が難しいのかなと思います。まあ、特徴としてはねどちらも四角をベースにしていて幾何学的なね模様になっています。印象としてはねウィムの方が花びらっぽい形になっているので、ウィムの方が中性的な印象があるのかなと思いました。まあ、僕の好みとしてはねちょっと GU の方が好きなんですけれども、まあよかったら皆さんの好みも教えていただけると嬉しいです。はい、というわけでね次は着用映像を見ながらね比較していきたいなと思います。着用映像がこちらです。まあ、今回もねウィムが L サイズで GU はね XL サイズで比較させていただきます。そうですね、身幅や袖の長さはねそんなに変わらないように感じたんですけれども、丈感に関してはね GU の方が長めになっていますね。まあよりオーバーなトレンド感っていうのをね意識しているのかなと僕は思いました。これに関してもね結構デザインの部分なので優劣はつけにくいんですが、個人的にはねやっぱりスタンダードなウィムのシルエットの方が扱いやすくはあるのかなと思います。はい、というわけでね今回はウィムと GU のシアーシャツを比較させていただきました。今回ね比較してみて、まあ、僕が視聴者さんにおすすめするのはどっちかということなんですけれども、正直に言うとですね、やはり今回も GU になってくるのかなと思います。まあ、結構似通ったアイテムということでね今回比較をさせてもらったんですけれども、まあ柄やシルエットはね多少違ってはいるものの、まあ、アイテムのクオリティっていうことに関してはかなり近いものを感じました。なのでまあ単純にね3500円っていう価格差を考えると GU の方がね圧倒的にコスパがいいのかなと思います。まあさすがにねこの3500円っていう価格差をね埋めるほど、まあ、ウィムのシャツに強みがあるのかって言われたら今回比較してみると僕はないように感じたので、まあどっちのアイテムを購入するか迷っている場合は GU の方がいいのかなと思います。まあ、ただね、ウィムの方も GU にはない大人っぽいカラー展開になっていますし、シルエットもね、扱いやすい形になっているので、こっちがいいなって思う方はもう全然買っていいと思います。僕自身もね、このブルーのカラーはとても気に入っているので、普通におすすめです。なんかね、最近ウィムと GU のアイテムがね、結構似通っているパターンが多いですね。まあ、基本的にはね、GU が後出しになっている形ではあるので、なんかここまで似通ったアイテムが出ているとですね、なんか GU がちょっとウィムを潰しに行っているような気がするので、なんかちょっと業界の闇をね、最近感じております。はい。僕の個人的な感想でした。以上。はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。こちらの動画参考になるなと思いましたら、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、他にもですね、このアイテムとこのアイテムをね、比較してほしいなどありましたらコメントお待ちしておりますので、どしどしお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。